こんばんは、わさたかよです、今日は2022年6月の29日です、明日ね30日になるので緊急にちょっと今動画を撮っているんですけれども、実はですね、6月30日っていうのは名護市の大祓といってね、1年の、約半分ですよね。6月の末っていうことは1年の約半分で、それまでの疲れを取るというかね、汚れを払うっていう、そういう神事があるんですよね。で、12月の31日、これで1年の2分割されてる感じなんですけれど、この夏のこの時期に昔はね、血の輪くぐりとかね、そういう蚊帳の一種ですけどね、血がやっていう蚊帳の一種の、輪をくぐって無病息災を祈ったりとかっていう神事があったりしたんですけれども、今あんまりやってるとこ少ないので、わざわざねそれを探して行ってくださいっていうことは全然言わないんですけど、私がね今日皆さんにどうしてもお伝えしたかったのは、このね夏、特にねこの暑い盛りになってきた時に、この現代においてすごく名護市の大祓に気をつけていただきたいこととして、もう温度差に本当注意してほしいなっていうことなんですよね。で、最近ね電車に乗っても何かお店に入っても結構寒くないですか？なんか一時期すごくクールビズとかでね温度が結構あんまり低くなってなかったと思うんですけど、でもコロナの影響もあるのか結構ね冷房強く入ってるんですよね。なので外との温度差、気温差がすごい差があるから、自律神経がねこれやっぱりだいぶダメージあると思うんですよ。なのでぜひね皆さんね温度調節しっかりしてほしいなと思います。で、私もこんなノースリーブ着てますけど、やっぱり必ずね長袖の羽織れるカーディガンを持ってったりとか、ストールを持ったりとか必ずしています。で、足首とかね冷やさないように、パンツルックで靴下履いたりだとか、いろいろね、気をつけています。そして、暑いけれどもやっぱり湯船に浸かるっていうこともできるだけやっています。でね、ありがたいなと思うのが、うちはね義母がね、この暑い時にだけなぜか温かい汁物を毎日作ってくれるんですよね。冬はねお味噌汁全然作らないんですよなのにこの暑い時こそね汗をかかなきゃダメなのよとかって作ってくれるんですよ。で、本当にそれはありがたくって、この時期やっぱ汗をかくことによってね体の、温度調節もしてくれるので、ぜひね温かい食べ物、汁物ですよねを取ってもらうっていうのもすごく大事じゃないかなというふうに思うので、この名護市の大祓い6月30日には自分の体のメンテナンスをねしっかりしていただきたいなっていうことをお伝えしたい。で、そういうパワースポットに行くとかそういうのもいいけれど、普段の生活の中で自分の体のメンテナンスをしっかりしてほしい。で、この夏すごく大事なのは、この現代社会においては何が大変って、温度差に体がついていけないっていうのがすごいダメージ大きい。で、自律神経がすごくダメージ受けちゃうんですよね。なのであんまりね温度差が激しいところに行かなくて済むんだったら行かないように、弱冷車に乗るとかね、あとあんまりキンキンに冷えてるところに長くいないとか、あとこう羽織物を駆使するとかね、で温かいものを食べるとか、そういったね配慮をしてね、この夏の暑さをね乗り切っていただきたい。夏バテしないで秋にね向かって体を整えていっていただきたいなというふうに思います。はい、では今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。ではさようなら。